なんでつけてたんですか。なんでつけてきたんですか。警察ですよね。すいません、どうしてイスラエル大使館からつけてきたんですか。人をつけてくるのはいいわけですか。すいません、警察官ですよね。何の根拠があってついてきたんですか。もしもーし、もしもーし、もしもーし、逃げないでください。どこの警察か、逃げないでください。はい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 、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんでつけてきたんですか。つけてきたのはなんでですか。これ YouTube に流しますよ。いいですか。つけてきたのはどうしてですか。どうして後をつけてきたんですか。もしもーし、もしもーし、お名前は、お名前は。私さっき身分証出しましたよね。住所も知ってるわけでしょ。どうしてつけてきたんですか。もしもーし、つけてきた理由を尋ねてます。どうしてつけてきました。もしもし、さっきイスラエル大使館にいたんですけど、警察官が2人あとつけてきました。もしもし、すいません、すいません。どちらの麹町、手出しはどちらですか。公安ですか。どちら。ねえねえねえ、ちょっとマジで、なんでつけてきたんですか。理由をお尋ねしてます。私さっき協力しましたよね。いや、つけてはないです。いや、つけましたよ。私こちらの方に用事があった。いや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 、つけて、じゃあなんで逃げるんですか。ちょっと取るのやめてもらって。なんでですか。なんでですか。はい、理由は。これ止めてもらっていいですか。いやいやいや、止めない。証拠法です、有形力を行使するのやめてください。何の根拠があって僕に有形力を行使してます。触ってない触りましたよね、今。触ってないです。ちょっと触りましたよね。ちょっと電話来たんで一回出ていいですか。何ですか。電話来たんで一回出ていいですか。いやいや、それ違法じゃないですか。電話出ること違法じゃないです。いやいや、つけてくるのは違法でしょ。つきまといは禁止されてますよね。はい、申し訳ない。いやいやいや、それはまずいんじゃないですか。なんでつけてきたんですか。はい、理由を聞いてます。つけてきた理由を聞いてます。職質に協力したのについてきた理由を聞いてます。今僕の手を握った、もしもし、逃げないでください。おー、そこ警察か。逃げるなよ。おい、逃げんなって。おいおい、警察、逃げんなよ。おい、逃げんなよ。警察、なんで逃げんなよ。今イスラエル大使館で旗を上げてたんですけど、1時間旗を上げてたら、で一応1時間旗を上げて、8時ぐらいに、帰ろうとして、警察官とも挨拶をして帰ってきて、もうすぐそこ、千鳥市街の駅なんですけど、でどうせつけてくるんだろうなと思って、パッと後ろ振り返ったら警察官が2人、つけてきてまして、ですぐそこのローソンのところに入っていったんで、その理由を尋ねるために、ちょっとコンビニ行って、問い詰めようとしたんですけど、今2人、理由もつけずに逃げられました。あれが警察のやり方です。あれでいいんでしょうか。
職質にもちゃんと協力して身分証も提示したのに、つけてきました。これから、まあ、家に帰るんで、まあ、つけてこられても別にいいんですけど、何が目的なんでしょうか。ちょっと怖いですね、日本の警察。はい、じゃあ、まあ、またつけられるのかどうか分かりませんが、とりあえず、帰りましょう。はい。